リードの北川君なんでここにいるの。ここ乗り入れ禁止だよ。多分ここのあの軽く10度カウンターできます今日。最近ね、ねもうねちょっとグリップも始めたらしいけども、持ってきた車はドリシャじゃねえかよ。そうそうそう、え、ちょっと今日タービンがダメで慌ててドリシャを今日持ってきました。さっきなんか女の子が横にいたけど、なんでもなんで女の子ずれてきたの。女の子生徒です。おかしいなぁ、はい、これ出てんの今日、今日、はい、今日私は今日出てないです。出てないのはおかしいね、はい、ねえ今度出てくれればいいのにね。あの普段あれで、これで、あ、普通これでやってんのね。ノーマルっぽいけども、うん、NA です。 NA だって、NA、それでドリフトしてんだって、はい、ということは、はい、まあ、このシリーズは出られないわけで、ね、じゃあ俺今度ドリフトなんで一緒にやっていいな。ぜひぜひ、よろしくお願いします。大さんも一緒に走って、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お名前を教えていただいて。星敦樹です。まだ19歳です。今年やっと19になりました。じゃあ免許取ってすぐだね。そうですね、すぐ、はい、取り立てで始めて、まだ半年ちょいですかね。車の仕様を出した。エンジンはサイドポート、タービンが T4Z ですね。中間出るように乗りやすい仕様にしてあって、で、まあ、ミッションとかは今日はノーマルミッション、駆動系ノーマルで、足は、まあ、DG5 と、あとはフロントがナップルからアームは、ワイズファブっていう仕様で、完全ドリシャですね。どうしようかなと思ったんですけど、今日はドリシャでね、グリップもどんくらい出るのかな。今ちょうどうちの会社でアタックやったりしてるんで、まあ、今回はもう本当もうナックルもそのままでやっちゃいましたね。足回りのセッティングとか完全にドリシャだと思うんですけど、はい、イメージと車の動きが違うとかっていうのがあったんですか。いや、 やっぱドリシャに乗り慣れてるんで、はい、ある程度グリップ走っても、まあ、このぐらいかなっていうのは予想ついてたんで。はい、はい、まあでも予想以上にフロントが入るっていうのはもともとやっぱフォーミュラーとか乗ってたんで、はい、ブレーキで荷重かけてフロントが、うん、を入れてっていう曲げ方をしてたんで、そういう曲げ方しても意外と入るなと思うんですけど、やっぱその後のアンダーが強いんで、うん、うまく曲がりきれないっていうのはありますね。かなり難しいです。レースって経験はあります。はい、カートもそうですし、フォーミュラーの方でもレースは出たことありますね。箱車で走るのがなんせまだ本当に 2,3 回とかなんで、このグリップで走るのがちょっと怖い分、ドリフトってやっぱ抜き差しってあんまりないんで、その近づくとかはありますけど、うん、そのグリップでのその抜きつ抜かれつっていうのもないんで、うん、ちょっと怖いですねレースは。おほらほらほら、もうちょっと珍しい車がありますよ。おこんにちは。これオーナーですか。はい、これは超かっこいいですね。ありがとうございます。ね、お名前なんていうの。あ、私パラディーゾの高山達也と申します。高山君。パラディーゾっていうメーカー、エアロアバルト専門のメーカーをしておりまして。あ、アバルト専門。はい、しかしこのオーバーフェンダーとかなんかタイムアタックマシみたいな。あ、そうですね、いずれはつくばスーパーラップをちょっと目指してやってやりたいと、はい。これはしかしエンジンとかなんかもちょこちょこやってるの。まだベースのままで、クラスがやっぱノーマルクラスと無法地帯クラスがあるので、とりあえずアバルトチャレンジでノーマルのシリーズを取ってから中をタービン交換とかしようかなと思いまして。なるほどね。僕もね、昔はね、アバルトのファンだったんですよ。これが俺ガキの頃は、昔のアバルトの後ろ のエンジンルームをパン開けて走ってる、格好が大好きだったんだよね。ね、本当に。じゃあまあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっと今ビデオオプションでちょっと取材してるんですけども、はい、やっぱ本庄といえば結構皆さんね知らないと思うけども、結構ね自分のコースですよ。そうです。ね、はい、本当に。高めダンサー、はい、ここのコースレコード持ってんだよね。はい、ほら。38秒5。38秒5。自分でも。どうして出たかよく分からない。 YouTube で出してます、見てください。それはそれ3人GTR で、うちのデモカーで。今日はちょっと遊びですか。今日はこの第1回のなんかこのイベントだから、ちょっと GTR 持ってきてもね、お客さんがいるんで、久しぶりに何年かぶりかに Z を出して、Z 持ってきて、まあこんなの、この今回のこのレースシリーズはね、なんかこう俺に言わせればなんかこう昔の草レースみたいな感じで、そうサンデーレース、それでそういう感じがしてちょっといいんだよね。そう、それで僕も今日、昔サンデーレースやってたお客さんと一緒に、それこそ
マゼがあった頃、良かった頃、やっぱ遊びでレースできるみたいな感じがね、これをきっかけにまたね車をやりたいって若い子が増えてくれたらいいなって、本当にそれが一番ですよね。でもほらこうやって大ちゃんが来てこう紹介してくるじゃないですか、これ紹介してくれなかったら誰も知らないんで、やっぱりありがたいことです、これは本当に非常にありがたいことだから、もっともっといろんなところにね紹介してもらって、まあ今日第1回だからやっぱりいいこと言うね。すいません、これオーナーはどうなったんですか。オーナー大さん、昔あのアルトラックスで取材でどっかで一緒一緒になった、はい、一緒になった、はい、ねえ、レース30年以上やってて、やってるの、うん、こんなの乗ってて、こんな乗ってたの、ね、でもすごい、一応全部やってますよ、俺フォーミュラまでやってるし、すごいじゃない。やっぱり俺草レースと思ってきてるのにさ、こういう人はちゃんとさ、ちゃんとしたレーサーもいるんですよ。この車はモンスターの田島さんがエボ10が出た時にパーツ開発してくれって言われて、うん、全部ポン付けで同じ車すぐ作れるような車なんです、うん、だからそんな戦闘力が高くないんですよ。俺はオートサロン出すために、うん、日本ペイントさんが塗ってくれた、やってくれたの。綺麗な車だもんね。ちょっとこの場所には合わないぐらい、このね、アバルトと同様にめちゃくちゃ綺麗なんだけども、めちゃくちゃ綺麗、ね、シルエット GT だから、ね、そうちゃんとあのテスト&サービスのスーパー体験でしたのと同じ、うん、同じ、うんうん、やっぱりちゃんとレース面合わせて作ってくれてるんだよ。シルエット GT でさ、うん、すごいね。これもなかなか面白そうな車ですよ。君はか普通の、 あのプライベーター？プライベートですね。ねえ、はい、チューニングショップやってるとかそうじゃないの？全然そんなんじゃないです。ただ月でレースやってるだけ。そうですね。まあ、基本的にはタイマータックルの方。タイマータックルやってるの？の方なんですけど、まあ、今日こういうイベントあるっていうんでちょっと参加してみたんですよね。この S2000 でずっとやってんの？はい。S2000 でずっとやってます。レースの経験っていうのはあるんですか？はないですね。そんなちゃんとしたレースではない。あ、やっぱタイムアタックなんだ ね、 基本タイムアタックなんで、周回はどうなレースかみたいなのあるじゃないですか。ああ、あ、全然分かってないです。あ、まあ、とりあえず周りだけ見ようかなっていう。なるほど、ね、しっかり、まあ、当てられないようにと、こっち当てないようにみたいな。エンジンはノーマルですね。で、吸気が無限のボックスが入ってて、はい、ビッグスロットルがついてますね。ミッションはノーマル、車庫帳がスピリットの車庫帳がついてて、アーム類がフルピロ、スーパーナウさんのフルピロが入ってます。でタイヤがアドバン TC4 の 9.5J で、タイヤは今回は、050の M コン、はい、エアロは、ボルテックスです。サイドステップがあのボルテックス の、 あの板、うん、ショップさん買ってきてもらって切り出してもらって作ってもらいましたね。中もロールバー入ってるんで、一応何かあっても一応守ってくれるから、横転とかしても、まあ、最悪は命はあるからみたいな。自動で帰れるようにしてください。そうですね、怪我なく終わりたいと思います。これもちょっと変わった車がね。こんにちは。これオーナー？あれ。これ結構チューニングしてるの？しないです。ノーマルで。これエンジンノーマル。排気だけで。ああ。これでレースはやってんの？いや、初めて。初めてね。いつもここはタイムアタックで。あ、タイムアタックでやってるのね。どうですか、ここでこのレースをやるっていうのは？レースは一回やってみたかった。やってみたかった。はい、これを機にちょっと出てみよう。そうだね。うん、やっぱりそうなんだね。ちょっとレースしてみたいなと思うのね、ちょうどいい感じだね。今いくつ？今27。まあ若い子はあんまりレースやんないんだよな。タイムアタックの方が今までは。あ、そうです、うん、タイムアタックっていうのは結構何年ぐらいやってんの？まだ3年ぐらい。3年ぐらい、はい、うん、一応はほぼノーマルです、エンジンは。見た目は見た目はほぼノーマルじゃないですね。そうです、ノーマルじゃないですね。作るの好きで、はい、アンパネとか、まあ、バンパーも加工したんですけど、はいはいはい、これやっぱ自分で伝えますよね。あ、そうです、そうです。で、初めての塗装だったんで、その時が、はいはいはい、ちょっとしましまです。色合ってないですね。フェンダーはこれ自分で作ったんですか？これはどこのメーカーか分かんないですけど、もともと車外についてて、それ切った、切って、はい、まあ、そこの下からはまだ今作り途中。それでサイドステップにつながるように。そうそうそう。足回りは？足回りはショックは、クスコさんの、はいはい、古いやつなんですけど、これはドリフトなわけじゃないですね。そうです。だからナックルとかは別に変わナックルとかは変わってないです。まあ一応の時はドリフトとかちょろちょろやってたんで、その時のタイロットそのまま移植してるんで、ちょい切れかかってぐらい。そうですね。ただタイヤが太くなってるんで。そうですね。でレースは今回初初です。どうですか意気込みは？意気込み最後なんで、
まあ後ろからあのリタイアするのを眺めてます待ってますこういうのって突然あるとびっくりするよね。あ、エンジンないとかさエンジンどこに行ったのって感じでさ。オーナー彼も若い。オーナーこれ MRS で今日レースに出るの？あ、今日出ようと思ったんですけどちょっと駅前に割れちゃって、うん、あらちょっと今まで何レースって結構経験あるんですか？いや全然レースは出てないんですよ。タイムアタックやっぱり、はい、これ本庄の、ね、本庄がメインで、はい、レースには興味あるの？そうですね、たまにはやってみたいな。やってみたいなってね、はい、うん、やっぱタイムアタックだけやってるとさやっぱそうなるんだよね。ちょっとこう競争してみたいなとかさ、ね、MRS が好きだと。MR 乗ってみたいなと思って、やっぱ後ろにエンジンちょっと興味あった。ああ、やっぱ後ろエンジン、それびっくりしたもんね、こう回ってて、あれエンジンがないぞと思った。下ろしたのかなって。エンジン現場で下ろしたのかなと思ったら、一応 MRS です。年いくつ？24です。24ぐらいでもね、こういうの運転もねやってみたいとかね、MR の感じと知ってみたいと。最近ね、そういう若い子はまあいない。なかなか貴重な存在で、はい、ね、頑張ってね。ありがとうございます。こういう草レースっていうのはやっぱりみんなそれぞれ自分の個人の楽しみで出てくるからいろんな車が見れるよ。そういうところが結構面白いと思うね。メインの SGT クラスですよ。まあチューニングカーですね、いわゆるね、レースカーチューニングカー入り混じってグリッドをつきました。はい、グリーンフラッグ振られて0、1、2、はい、スタート。トップは3-2かな。GTR。FD ですね。やっぱり3人もう1周目で話していませんね。やっぱりこう草レースの面白さって結構一人だけと抜群に速いのがいたりするね。車の差が結構つきますね。まあ、これはみんな個人のアマチュアの自分の楽しみで走ってますからあんまり順位は気にならないんだろうね。大変そうでした、外から見てて。もうきつかったっす。どうでした、一言。とりあえず暑いのと、無理です。
なかなかね、もうみんな楽しそうにねやってくれるのが一番かなと。僕はどっちかというと4輪ですけども、なんかこのレースって2輪のレースも見れて今日はもの楽しかった。だからこれからもこのシリーズを盛り上げていきたいなと思ってますから、皆さんもよろしくお願いします。久しぶりの草レース第1戦終わりました、ね。まあ、一応ね、いろいろね、ほら大手塚田君だとか、ね、リード北川君とかも出てくれて、あとはみんなアマチュアがねたくさん出て、それぞれのレースを楽しんでました、うん。これがどん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 台数が多くなって、ね、昔みたいなマジの草レース大会みたいに、あそこまで行けば楽しいだろうなと思います。じゃああと8月12月2戦3戦ありますからね、よろしくお願いしますよ。皆さんど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 ん出てくださいよ。大さんは？僕も審査委員長です、僕は。